こんにちは、ヨッピートラベルです。今回は連続して直線につながっているアーケード、そして歯日本一の長さを誇る佐世保市の四花町アーケードに来ています。なんだこれは。アーケードにいきなり駅の案内標識が。今回は日本一短い駅間のご紹介です。日本一短い駅間は佐世保市の松浦鉄道の佐世保中央駅と中佐世保駅の間です。約 200m しかありません。ちなみに筑豊電鉄の黒崎駅前駅から西黒崎駅の間も 200m しかなく、同一で日本一短い駅間です。ということで今日はこの日本一短い駅間に乗車してみたいと思います。いきなり路地に現れたのは松浦鉄道の佐世保中央駅です。1990年、平成2年3月10日に開業の高架駅です。四花町アーケードから日本一距離の長いアーケード街として知られるサルクシティ403が伸びていることから、日本一長いサルクシティ403アーケードの駅の愛称が付けられています。9時から18時までは2階の事務室に駅員さんが在中、有人時間帯は事務室で乗車券を購入、有人時間帯以外はトイレも施錠されます。近くの佐世保教祭病院へは直通の連絡通路があります。ではホームに上がっていきたいと思います。ちなみにエレベーターも設置されています。なんかできないとは思えないような雰囲気ですが、間違いなく駅です。アーケードの脇にある秘密基地みたいな駅ですね。こちらの駅はアーケードに近いため、2019年のデータでは1日の乗降客数が約1000人と結構な人が利用されている駅です。ホームが見えてきました。券売機があるのかな、ないのかな、いや、ないみたいだな。窓口でお買い求めいただくか、車内にて現金でお支払いいただくシステムみたいです。このちょっとローカルなところがまたいいですね。列車が入線してきました。10時34分着の佐世保駅行きです。よく見ると運転手さんが手を振ってくれてます。なんてお客様思いの鉄道なんだ、感動だわ。と思いきや画面には映っていませんが、左側に女性の駅員さんが立たれていました。こちらに手を振っていたみたいです。あらぬ勘違いでした。佐世保駅側はすぐにトンネルに入ります。右側が佐世保教祭病院との連絡通路です。この独特の情緒あふれるホームがまたいいですね。今回乗車する列車は10時55分の佐々木駅です。今が10時40分なので、もうちょいしたら来ます。このトンネルの向こうからやってきます。ということで事務室で乗車券を購入しました。こちらです。お隣の中佐世保駅まで170円の乗車券になります。これまたなんかあまり見ない乗車券ですね。松浦鉄道は有田駅から伊万里駅、松浦駅、田平平戸口駅を通り佐世保駅に至る第三セクター鉄道です。危ないですから黄色い線の内側へお下がりください。来ませんね。まだかな。あ、来ました。トンネルの向こうからやってきました。今回はこちらの列車に乗車して日本一短い駅間を旅します。乗車していきたいと思います。さて
ここから何分かかるのか。発車と同時に到着メロディが流れます。中札幌です。降りの方はお忘れ物のないようお気をつけください。ここで国道を渡ります。まもなく到着です。はい、駅が見えました。はい、時間は何分ですか。ということで48秒で到着しました。200メートルを48秒で移動して170円です。カップラーメンも出来上がらない速さでしたね。さすが日本一短い駅間だけありますね。なぜこんなに近い位置に駅ができたのか、それには国道が大きく関係しています。中佐世保駅は1961年昭和36年開業と歴史のある高架駅です。ただ四ヶ町アーケードに行くには国道を渡らなければなりません。なので地域住民から商店街直結の駅を作ってほしいという要望が上がりできたのが佐世保中央駅です。佐世保中央駅の近くには病院やショッピングセンターもあり、利便性は向上し、今では中佐世保駅より佐世保中央駅の方が1日の乗降客数は多くなっています。長い階段を降りていきます。住宅地にふと現れる駅の案内標識、さっきと同じですね。松浦鉄道は1988年開業以来、駅数を32から57まで増やしたり、列車の運転間隔を15分から20分間隔にしたりして、2000年までは黒字経営で三席の優等生と呼ばれました。やっぱり秘密基地みたいな駅ですね。しかし2000年以降は過疎化に伴い利用客が減り、厳しい経営が続いてます。ということでこの日本一短い駅間を歩いてみたいと思います。電車なら48秒、徒歩なら何分かかるのか、スタートです。ちなみに路面電車の停留所を含めると高知市の土佐伝の清和学園前駅と一条橋間が63メートルで、こちらが日本一短い駅間になります。こちらは運賃は130円です。というか63メートルなら歩いても全然大丈夫ですね。こちらについては高知市はちょっと遠いんで、土佐伝に乗るのはいつになるか分かりませんが、機会があれば乗ってみたいと思います。見えてきました、国道35号線です。確かに交通量の多い道路ではありますね。佐世保市の中心部を走る道路になります。横断歩道はもちろんありますよ。渡るのは安全に渡れますよ。そして奥に見えているのが日本一長いアーケードの四ヶ町アーケードです。そして先ほど列車で通ったのがこちらになります。青い橋ですね。左側から右側に走り抜けました。ということでちょっと赤信号に引っかかってタイムロスしてしまいましたが、これは安全のためで仕方ありません。途中経過は何分ですかね。途中経過は出さない。出さないの。あらま、ま、動画の時間から予測はできますけどね。出した方が盛り上がったのにな、動画的にはね。と言っていたらもうすぐ着いちゃいそうですよ。あれ、なんか見覚えのある光景ですね。この動画の最初に見たような光景ですね。いや、こりゃ間違いないわ。動画の最初で右側から来て曲がった角ですね。ということはこの道をまっすぐ行くと、
ヤッターマンの秘密基地に着くわけはないか。佐世保中央駅に着くわけですね。そうでしたね。この柱にいきなり現れる駅の案内標識がありましたね。ちなみにこの位置は四花町アーケードの真ん中あたりになります。さあもうすぐです。ラストスパートです。走るのはダメですが、この角を曲がれば駅が見えてきます。アーケードの裏に秘密基地みたいにある駅です。見えました。先ほどここから列車に乗車しました。ということで着きました。中佐世保駅から佐世保中央駅まで徒歩でのタイムは何分だったかな。見えない。ボケてて見えない。ナイスに光がさしてくれました。徒歩なら3分38秒でした。3分38秒歩くか、170円払って40秒で列車に乗るか、苦渋の選択ですね。ということで地域住民の声をしっかりと受け止めたことから、この日本一短い駅間は生まれました。ぜひ佐世保市にお越しの際は四花町アーケードでお買い物をして、佐世保中央駅から中佐世保駅まで乗車して日本一短い駅間を楽しんでみてください。四花町アーケードはいろいろなお店が連なり、歩いてるだけでも楽しめるアーケードですよ。ということで今回は日本一短い駅間を乗車する旅でした。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。